千歳は日本海軍の防護巡洋艦、旧式化により二等海防艦、カシャギ型の二番艦である。艦名は永遠永久の意味。外交上の問題からアメリカのユニオン鉄工所に発注された。艦名は千歳型水上規模艦、千歳に引き継がれた。1897年、日本海軍はイギリスとアメリカで建造される軍艦4隻の 艦名を検討。第2号二等巡洋艦はカサギ、または矢萩を予定していた。3月26日、四隻は正式に命名。第2号二等巡洋艦は、シトセと命名された。同年5月1日、シトセはサンフランシスコで寄港。1898年1月22日、浸水。同年3月21日、日本海軍は、 海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し3500トン以上7000トン未満の巡洋艦を二等巡洋艦と定義該当する旧隻が二等巡洋艦に類別された1899年3月1日、千歳は竣工。3月21日、日本に向けアメリカを出発4月20日に横須賀港へ到着した12月25日 沼津御用邸滞在中の東宮は、戦艦、八島に条艦。12月26日、二隻は横須賀に到着した。北進事変では1900年7月から翌年9月にかけて、大古、芝生方面に出動した。帰国後の10月、明治天皇皇太子が北九州地方を巡警することになり、首都せは、お召し館に指定される。10月18日、 皇太子は、舞子で、千歳二条館。瀬戸内海を航行して10月19日に、文字港で、千歳を降りた。皇太子は、北九州各地の神社、造船所、陳不当を、巡慶後、10月30日に、文字で、千歳二条館。10月31日、舞子で下館して、有栖川の宮武人新郎邸宅に入り、千歳は、お召し任務を終えた。 1903年4月、神戸沖で挙行された大演習艦艦式に3列、第2列に配置された。12月28日、常備艦隊が解体され、笠木は第1艦隊霊下の第3戦隊に配属される。当初は戦隊機関とされたが、薬もが戦隊に臨時編入されるとこれを譲り、薬も転出後も笠木に譲った。 日露戦争に際しては、公海海戦、宗谷沖海戦、日本海海戦等に参加。戦勝後の1905年10月23日、横浜沖で挙行された外戦艦艦式に3列、第2列に配置された。12月20日、中国大陸在住の邦人保護のために新設された南進艦隊小属となる。1906年6月1日、同艦隊を離れる。 12月9日、通船の事故により、兵員65名、未送人15名、計83名が死亡。1907年2月28日、第二艦隊司令長官移中委員五郎中将式下の2隻は、横浜を出発。アメリカ植民300年祭記念館艦式に参加し、その後ヨーロッパ各国を歴訪した。12月27日、明治天皇は、つくばに、 上官、同時に、千歳を信越した。1908年6月、伏見の宮下田なる神王は、舞鶴において本艦に上官する。1914年8月28日、第二艦隊霊下に、第六戦隊を編成。第一次世界大戦では、新太郎攻略戦に参加。さらに、メキシコ湾岸、南中国での作戦に従事した。 1915年12月4日、横浜沖で挙行された五体霊特別艦艦式に参列。1920年12月1日、砲艦宇治、佐賀、鳥羽、伏見、墨田と共に第一県外艦隊を編成。1921年9月1日、日露戦争で活躍した各艦は解剖艦に種別変更される。千歳は二等解剖艦に類別された。 1928年4月1日、除籍。2隻は、解剖艦より削除。本艦は、廃艦第1号と歌唱。1931年7月19日、第1航空戦隊航空隊が演習に参加。廃艦1号は、土佐沖で、撃沈処分された。昭和天皇弟宮、高松宮信人親王は、戦艦霧島上艦。 陸軍大学校教官、朝香宮鳩彦和尚将,将は、戦艦ひなた上官、たた数公官や議員が各官に便乗し、戦議を見学した。日本海軍史第9艦、第10艦の将艦履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。ありがとうございます。